ちょっと合いませんでした。ここも内瀬戸、今度は決めていきました。だいぶ数字も上げていくんだろうとは思いますね。はい、まあ、この人の活躍なしにというところはね、最高はありますね。はい、非常に勇気づけになったと思いますよ。はい、その追いつかれたところでよくこう連続得点で、そうですもんね、はい、本当第2セットを取りました。あ、これは素晴らしい攻撃、青柳です。そうですね、うん、今日はブロードでも決めて、はい、こういいところでの得点があります。はい、その青柳のサーブ、お、強烈、ワンタッチブロック、ワンタッチあったね、非常に高いアタックでナイステクニックですね。佐藤を狙っていきます。ロレンネ、今度は埼玉県ロレンネ、横田選手のサーブ、横田後ろを狙っていきましたが、これもちょっと長いか、横田後ろを狙っていきましたが、これもちょっと長いか、横田のサーブがアウトになりました。こういう時あるんですよ、お互いにサーブをミスってしまうなんていうことが連鎖反応というかあるんですけども、まあ次は入るでしょう。埼玉県ロレンネのサーブです。あ、これは素晴らしいコンビネーション、伊藤コンビでした。文田サックです。はい、悪くないですね、うん、はい、今シーズンから入ってきた選手で、あの開幕当初はあんまりこう試合というところもこう途中からだったり、あんまりこう出番多くなかったんですけれども、うん、そうですね、はい、ここに来てまた出番が必要が増えてきました。文田サックブロックはよく出ています。これもよく上げた。佐藤打つ、中本、佐藤レフトから、中本、いや、お互いよく拾っています、うんうん、2段になってロレンネ、これは帰りませんでした。そうなんですね、はい、ロレンネが決めて7対6、埼玉県1点リード、うん、これは決めていきました中本です。前走は、はい、そうですね、はい、先週は両チームともゲームがありませんでした。2週間ぶりの今日はゲームということになっています。ここはレフトから内瀬戸です。だけども内瀬戸はラインをうまく決めました。ほとんどあって9対7、中本のサーブです。ここも内瀬戸です。はい、はい、そこで内瀬戸が今までちょっとね若干決まってなかったんですけども、このセットに入って決めてますんでね。そうですね、ここまではどちらかというとこう佐藤の方が決めていましたけれども、はい、2段になってこも内瀬戸、残した、あ、よく見ていました。文田作のサーブ、ここ返すだけになりました。転送、うん、返します。このスパイクはアウト、これも大切なんですよ。でそのためのちゃんと練習を積んでおくというね、そういったことを しておかなければいけないということになります。はい、その浅野のサーブ、ここはきっちりセッターに返って最後佐藤が決めます。ロレンネのサーブ、こっちのサーブでした。ブロックは上がっています。青柳センターからここも対応しました。転送、もう一度青柳、ここも対応します。フェイントはどうだ、ダイレクトで打つ、決まりました。見たとね、よく見てました、まさによく見てたということです。広告レイナが入ってきました。転送やレイビーズ、
8点を追いかけます。この第3セット、これはアウトになりましたか。ないですね、はい、ちょっと遠目から広告、あっとこれは超えてしまったか、もう一度、うん、今度は投稿決めました。ジャンプ力はあります。ブンタサックのサーブ、うん、ちょっとこれは超えませんでした。